朝日新聞と高野連が主催する夏の高校野球の甲子園で観客を入れることが難しくなってチケット収入が見込めないからとクラウドファンディングで支援を募っているようですね。なかなか面白い会社ですね。東京オリンピックは開催するまではコロナで感染拡大するから中止しろって言っておきながら、自分とこの会社はそういった大規模な大会を主催しているわけですからね。観客はいなくても各都道府県の代表のチーム関係者がたくさん甲子園に集まるわけですよね。それこそ感染拡大の危険性があるんだから主催をやめて中止を訴えればいいんですけどね。まさにダブルスタンダードってやつですね。ただ朝日新聞がずっとオリンピックの開催を中止を訴えてきたことから支援も全然集まってないようですね。支援の目標額は1億円のようですが、スタートダッシュに失敗したようですね。だいたいクラウドファンディングというのはスタートして 2,3 日で周りの友人とかに拡散をしてもらって最低でも 30% ぐらい欲しいなという感じで、そこから中盤までは少しずつ伸ばしながら終盤になると以前支援した人が達成させてあげたいと再び支援してくれるんですよね。ただスタートダッシュに失敗したということは終盤も達成しないだろうという数字が見込めます。そうなると達成しないことが分かっていて追加で支援しようとはならないんですよね。1ヶ月の支援で最初の10日で 5% ほどしか集まっていません。一応今回のクラウドファンディングで募集を募ったのが朝日新聞のクラウドファンディングのサイトということですが、これまで散々コロナで開催するなって言ってたところですからね。むしろ朝日新聞がスポンサーを降りないのが不思議ですよね。オリンピックは無観客でチケット収入なくなったのに随分と虫のいいお願いですね。まあ野球のように奇跡のサヨナラで支援を集めたいところでしょうが、5回途中コールド負けってところでしょうね。少なくとも朝日新聞でないクラウドファンディングのサイトでやった方が支援が集まったと思いますけどね。最悪も批判をすることには SNS で拡散してくれるけども、こういったことは協力してくれないんですね。通常の開催よりも消毒とか感染対策とかで費用が膨らんでいるようですが、まあ昨年は中止してしまいましたが、昨年中止したから昨年分の予算は余っていただろうし、まあいいんじゃないですかね。ちなみに新聞といえば、全国の公立校や学校の図書館とか教室に新聞を置いている割合が初めて5割を超えたようですね。高校には 90% 以上で置かれていて、小学校とか中学校にも 57% ぐらいの学校で新聞が置かれているようです。この現状に虎ノ門でも有本香織さんが呆れていましたね。文科省は別にそんな仕事してくれなくていいですよ。新聞の回し物がいるんですかね。っていうんですか、ちょっとやっぱりこれさ、この番組にも何回もお越しになったんですけど、やっぱ萩生田大臣にちょっとあんまり見当違いの仕事はしないようにと陳情しないといけませんよね。新聞ってまあその社会の好機だなって長いこと言われてきましたけど、新聞がね、まあ特に教育やあるいは私たちのいろんな社会あるいは日本の国益、名誉、こういうものについて悪影響を及ぼした事例がものすごくその顕著にあるでしょ、毎回認めないですね。だから学校になんで置くように何の意味があるんですか。でどん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 部数下がってるわけじゃないですか、なんでそれを文科省が助けてあげなきゃいけないの。ちょっと文部科学省に聞いてみようと思ってます。なんでこんなことをしてるのかなと。で、私たちがね子供の頃に図書室とか学校に、まあ職員室は別ですよ、新聞が置いてあるなんてことはほとんどなかったと思います。ないですね。大学はあるけど、小中高はないですね。そうですよね、だからその、まあ、新聞って家庭で読むものでね、そんなことなかったのでやめてほしいですね。確かにそうですね。朝日新聞とか新聞が歴史を売却して日本を貶めようとしてきたわけですからね。もうなんか文部科学省もおかしいんでしょうね。以前は前川喜平さんがトップだったし、トップが次のトップを選ぶからずっとおかしな現象が続いてるんでしょうね。まあメディアの考え方もちょっと考えないといけないですが、テレビ朝日の社員が不要不急の外出で10人ぐらいの飲み会をして、その一人が誤って店の外に転落をして緊急搬送されたようですね。緊急事態宣言中に国民に行動注意を呼びかける立場のメディアがこういった飲み会をやってるんですね。モーニングショーではバッハ会長が銀座を散策と報じて人だかりが出ていてミスになっていましたと報じていましたが、実はその時にすでに自分のところの社員が飲み会でやらかしていたことを分かっていたわけですね。それなのに自分のところの社員のニュースは隠してバッハ会長だけが悪いみたいな報道の仕方をしたわけですね。都合のいい報道ですね。バッハ会長が銀座で危険だと言いながら甲子園は開催するから支援お願いねとか、自分のところの社員はワクチンを打ってるし飲み会は大丈夫だよねとはしゃいでハメを外しすぎて怪我しているわけですからね。大体テレビ局ってニュース番組も感染対策徹底しているとは思えないけども、バラエティなんて感染対策甘すぎますよね。こういったダブルスタンダードな姿勢があるからクラウドファンディングをしても支援が集まらないわけですよね。それにしても政治家の会合とかを取り上げて批判をするくせに、やはり政権批判だけなんでしょうね。フジテレビのバイキングでもおぎやはぎがラジオで暴露していたみたいだけども、バラエティからいつの間にか
政権批判の番組に変わってしまったようですね。まあコロナで広告収入が大幅減になって、最近では一つの話題を延々とやるパターンが多いようですね。そんな中で政権批判っていうのは時間も取れるしいいんでしょうね。路上飲みとかを危険だという報道をしていましたが、路上飲みよりも立ちが悪い飲み会をしているんですね。8日夜に大人数で飲み会で9日未明に誤って店の外に転落ということで、しかも飲酒会合だからアルコールの提供のルールを守ってない店をわざわざ探して飲み会をしてたってことですね。テレ朝では日曜日のサンデーライブのスタッフが送別会でクラスターを出していますよね。全然反省してないようですね。こういったテレ朝の社員がふざけて行動しているのに、モーニングショーでは玉川徹とかがコロナを煽った報道で偉そうなことを言っていますからね。テレ朝ってサンデーライブや報道ステーションでもクラスターを起こして自分とこの社員を使ってでもコロナを感染拡大させたくて仕方がないんでしょうね。それにしてもコロナに関しては日本の病院に問題があるんでしょうね。海外に比べて日本の感染者はさざ波程度なのですが、それでも病床が確保できないのは日本に民間の病院が多くて大型の公的病院が少ないからなんですよね。この辺について理由を取らなもんで百田直樹さんが暴露していましたね。日本はなんでこんだけ民間病院が多いかと、その欧米諸国に比べると圧倒的に民間病院が多いんですよ、はい、なんでかというと医者がめちゃくちゃ儲かったからなんですよ。めちゃくちゃ儲かったんです。この今医師会の話出たけど、もう医師会の天皇と言われたあの武見太郎というのがね、これがもう医師会の力をもうとりあえず医者が儲かるように、例えば日本の医療あの保険制度をねこんなこしらえて、とにかくもう医療はもうみんな税金で出すということで、だから医者はもう薬を出そうが診療するまでもう全部税金から7割8割でもらえるから、もうみんなあの医者って安いな、言っても安いわって、安いっちゃうねほんま、国が税金払うとね。だからそれで医者はめちゃくちゃ儲かって、はい、で今はね税金も変わったけど、昔累進課税がきつかった時は、たくさん儲けたやつは最高税率 90% だって、国税と住民税合わせて 90% で、だから1億円課税でも9000万税金で取られた時代があって、昔ね、累進課税きつい時、その時代に医者の税率って知ってます？ 75% 無条件で経費として認められたんですよ。つまり1億円稼いだら、あなたは7500万経費と認められたから、残る2500万になんとかあんな税金取りましょうって、これだからもう医者は廃業すればめちゃくちゃ儲かったんですよ。お前緊急事態宣言する前にお前医師会がなんとかしろよと。なるほど、日本に民間の病院が多い理由はそんな理由があったわけですね。民間の病院は患者を選ぶ権利があるから、感染症患者はいらないって断ることができるんですね。だから病院がたくさんあって病床が余っていても受け入れないから、患者が重症になって死んでしまう危険性があるわけですね。つまり感染者が多いわけではなくて、大した感染者じゃないのに受け入れ体制が問題なんですよね。民間の病院が少なくて大型の公的病院が多ければ、こういった感染症が発生した時に対処がしやすいわけですね。そこが一番の問題でしょうね。ただコロナの感染対策を医師会に聞いたら、医師会の人たちが日本の病院に問題があるって言うわけないですからね。日本の医療機関のうち8割は民間病院が占めているようです。イギリスとかドイツとかは 90% が公的病院で、民間の病院は 10% ほどのようです。つまり日本に民間病院が多いことが問題なわけですね。民間病院がこういったコロナの時に患者を見殺しにする規制を撤廃すればいいだけですよね。動物病院とかではお店によって、うちの動物病院はこの動物を扱ってますよといった感じでホームページに掲載されたりしていると思いますが、動物病院は全ての動物を扱わなければいけないようですね。だから自分が苦手な動物が来て、動物病院の獣医はその動物を断ることができないようですね。そういった感じでコロナの場合は病院で感染クラスターが起こる可能性があるから、その辺の法整備をしっかりすればコロナの感染対策もできるのではないですかね。本来はこういったことをメディアが扱って話をすればいいと思いますが、メディアはそういった難しい話をしても視聴者がわからないから、視聴者にわかりやすいようにここ人が集まってミスになっていますよとか、そういう煽り報道になってしまうんでしょうね。電波オークション制度の導入の話があると、国民の知る権利を損なう危険性があるからと断っているようですが、国民の知る権利を損なっているのは言うまでもなくメディアですからね。真っ当な報道をしてもらいたいですね。皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。